はい、皆さんこんにちは、三宅智子です。今日はですね、滋賀県大津にあります三藤食堂さんにやってきました。はい、明日大津で撮影があって前日入りしたんですけど、大津といえばね、デカ盛りの聖地三藤食堂さんがあるということでね、朝からね、何も食べずこっちに来たのでね、ちょっとお腹ペコペコなんで、あちらでね、デカ盛りを食べたいと思います。はい、では早速行ってきます。はい、ということで西のデカ盛りの聖地三藤食堂さんにやってきました。こちらね、以前にも撮影で来たことがあるんですけど、もうね、サインを見たら12年前でした。はい、かなり久々にやってこれました。店内はね、サインがたくさんありますね。そしてね、こちらメニューも本当たくさんあるんですよね。もう好きなメニューがいっぱい、生姜焼きとかスタミナ焼き、焼き飯、豚丼、ちゃんぽん麺、チャーシュー麺、エビあんかけうどん、もうね、美味しそうなものいっぱいでね、本当にこれだけあるとね、もうすっごい悩みますね。はい、そして悩んだデカ盛りが到着しました。まず一つ目はですね、カツ丼の特盛りですね。こちらはね、以前来た時にも食べたんですけど、多分このお店でね、一番有名なデカ盛りじゃないかなと思います。そしてね、もう一つがこちらチキンエスカロップ。もう名前だけ聞くとね、なんだろうっていう感じだったんですけど、オムライスにチキンカツが乗っているというメニューです。こちらはね、大盛りで頼みました。大盛りでもすごい量ですね。今回はこちらの2つを食べたいと思います。はい、では早速いただきます。まずはカツ丼ですね。カツ丼のカツからいきたいと思います。はい、もうこのカツがね、めちゃくちゃしっとり柔らかく煮込まれててね、最高に美味しかったです。はい、もう卵との相性も抜群ですね。もう私、あの卵とじ大好きなんで、これはね、すごい好きなやつです。はい、ということでね、カツ丼食べてたんですけど、ここでね、あ、チキンカツ早く食べた方がいいかもっていうことにね、気づいたんですね。ということで、チキンカツをいただきます。で、このチキンカツなんですけど、本当にね、びっくりするぐらい柔らかくて、めちゃくちゃジューシーで、もうごくごくね、飲めるお肉でした。もうね、間違いなく私が今まで食べてきたチキンカツの中で一番柔らかかったですね。で、今回ね、なんでこの副音声かというと、結構ね、テレビの音量がすごい大きくて、この日は急遽お店に行ったので、ちょっと音量までね、小さくしてくれっていうのはちょっと言い出しづらく、ちょっと他のお客さんもいて一人で行ったので恥ずかしいっていうのもあったんですけど、あとね、12年ぶりに行ったので、お店の方もね、ちょっと覚えてくれてるのかなって、こう不安な気持ちで、あ、気づいてくれたらいいなぐらいな感じでね、名前は名乗らず撮影させてもらいました。でもね、本当にこのカツは全部柔らかくて最高にね、美味しかったです。はい、ということでね、チキンカツを完食しました。で、こちら下にね、サラダがあったんですけど、なんか春雨がね、たっぷり入ってました。
じゃあね、フレンチドレッシングでね、結構さっぱりしてて、カツを食べた後のね、お口直しに最高ですね。はい、そしてここでね、オムライスいきたいと思います。こちらのオムライスね、中はチキンライスなんですけど、結構ね、鶏肉がいっぱいゴロゴロ入ってて、味付けもね、しっかりで美味しかったです。これね、見た目もすごい大きいんですけど、もう本当にね、食べていくと結構ご飯ぎゅうぎゅうにしっかり詰まってるので、さらにね、ボリュームを感じましたね。これでね、大盛りだったんですけど、特盛りもあるそうなんですけど、ちょっと特盛りがどれぐらいの量になるのか気になりますね。ね、このカツ丼の方はね、特盛りにしたんですけど、両方特盛りにしようかなとも思ったんですけど、ちょっとどれぐらいの量が来るのかちょっとわからなかったんで、ちょっと不安で、こっちのね、エスカノップは大盛りにしました。とね、前にそのマルコポロリのロケで行った時はもう12年前なんですけど、その時はね、多分4キロぐらいのカツ丼を食べたと思うんですけど、それはね、多分テレビ用だったんですかね、のデカ盛りだった気がします。このね、特盛りのカツ丼はどれぐらいですかね、多分ね、この2つ合わせて4キロぐらいじゃないかなと思います。ちょっとね、私も最近いまいちね、自分の胃がどれぐらいなのか分かんないんですけど、昔はね、だいたいまあ10キロとか入ってたんで、今半分ぐらいだから5キロぐらいかなとか、感覚があったんですけど、最近ちょっとね、あんまり感覚が分かんないですね。まあでも2つ食べて最後までね、美味しく食べられたんで、まあ4キロぐらいじゃないかなと思います。はい、ということでね、食べかけなんですけど、中身はね、こんな感じでした。はい、結構ね、ぎゅうぎゅうにしっかり詰まってましたね。ここからはね、早送りでいきたいと思います。結構ね、一人で食べてるとなんか黙々と食べちゃう感じになるので、もうね、顔が無表情で、なんかもう自分で見るに耐えられず、いつも全部早送りにしちゃいますね。はい、ということでね、エスカロップ残りあと少しです。はい、完食しました。はい、ということでね、またカツ丼に戻ります。もうね、ご飯がなかなか取り出せない感じだったので、もうカツをね、移してご飯と一緒に食べたいと思います。もうね、本当にね、すごい、何枚分かわかんないんですけど、すごい量のカツが乗ってましたね。卵もたっぷりで、はい、これね、結構味もしっかりついてるんで、もうね、ご飯とすごいよく合う感じでした。もうね、このご飯がね、何合分だったんですかね、結構な量詰まってましたね。はい、もう特盛りにしたんで、かなりね、ぎゅうぎゅうにご飯たっぷり入ってました。はい、ここでね、まあ定番のコーラですね。こちらはですね、お店のお父さんがね、私に気づいてくださって、奥からね、出てきてくださって、飲み物サービスしますということでね、コーラをいただきました。ありがとうございます。もうね、12年前に行ったんで、ね、忘れられてるなと思ったんですけど、覚えててくださいました。ありがたいです。美味しく。
はい、ここでね、たくあんですね。もうこれはね、カツ丼についてきたんですけど、私ね、すごいね、たくあん大好きなんですよ。たくあんがあったら、もう白飯何杯でも食べられるっていうぐらい結構ね、好きなんで、すごいね、ついてくると嬉しいですね。はい、たくあんでね、もう白飯がまた進みますね。はい、ということで、ね、またまた食べかけなんですけど、中身はね、こんな感じでご飯がね、ぎゅっと詰まってました。でもね、私おかずちょっとでご飯をね、いっぱい食べたいタイプなんで、本当にね、ご飯が量が多い方が嬉しいですね。結構ね、丼とか食べに行ってもご飯が少なかったりすると、追加でね、ご飯を頼んで、丼をおかずにね、白飯をね、よく食べてます。なのでね、このカツ丼は本当にご飯とカツのバランスがね、私にとってはちょうどいい量でした。はい、ここでね、コーラを追加しました。もうね、私はね、結構コーラを飲むとより食欲を増すタイプなんで、結構ね、食べてると途中から炭酸ばっかり飲んじゃいますね。はい、普通の人はね、お腹膨れるかもしれないんですけど、私は逆に食べれます。はい、もうカツ丼もあと少しですね。はい、完食しました。残りのコーラも飲んで、はい、ごちそうさまでした。もうね、本当にカツ丼もね、エスカロップもめちゃくちゃ美味しくて大満足でした。皆さんもぜひ行ってみてください。はい、今回もご視聴ありがとうございました。またぜひ次回もご覧ください。バイバイ。